はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。今回はファミスタクライマックス続きをやっていきましょう。ドリームペナントモード、ペナントは優勝できたので、今回はドリームファイナルということで、バンダイナムコスターズとの戦いになります。で、ですね、どの上をメヒアと変えましょう。いや、待て、一塁がってなると大島をメヒアと変えるしかないかな。で、ドノウェイとメヒアの打順を変えましょう。4番メヒア、5番ドノウェイでいきます。で、一応ここまでね、前回も最後簡単にお話したように、ドリームペナントの1周目にあたる今回はですね、このままダラダプレーをしていっているわけなんですけども、2周目3周目はですね、自分の方でプレーをしておいて、4周目あたりからね、金色の金カードとかを手に入れているような段階からもう一度実況をつけていこうかなというふうに思っています。で、もし2周目3周目のね、このダラダラプレイもでもいいから見たいよっていう方がいらっしゃれば、チャンネルもしくは動画のコメント欄の方につけていただくか、もしくはツイッターの方にね、そういう趣旨のコメントを出していただければ、反映するように検討していきたいなというふうに思います。さあ、メヒアだ。どうだ？強振したけど、ここはサードゴロですね。で、ピッチャー陣はね、ともかく、このね、打撃陣がね、怖いバッターばっかなんですよね、バンダイナムコスターズは。で、熊友に打たれ、これはセカンドまで行かれるかな。セカンドはセーフですね。で、三島パワー A プラ、怖すぎだろ A プラとか。ここはなんとか、よし、三振で切って取ったぞ。で、4番のベルベット、うわ、当たりが早すぎて見えなかった。ただそのベルベットも追い込んだぞ。危ない。今のが入ってたら確実に1点もんだったからな。だー、これは先制点になるな。いやー、持ってかれたね。ただ1点でなんとかね、食い下がっておかないと、この後まだまだ試合は続きますからね。さあ、ドノベだ。4番から降格したとはいえ、パワー B。これはセカンドゴロ。だけど、ポロってくれてる。ありがてえ。で、吉川ですね。天海遥ちゃん、能力高すぎだろう。お、これは、いい感じだぞ。ノーアウトランナー三塁二塁で山本。よし、1点入った、同点だ。これはでかいぞ。そして小林、リアルなプロ野球の方では打撃不振ですけど、ここでは4割打ってますからね。今回もその4割バッターの実力を見せてくれ。よし、いや、三塁まで欲張ったのが良くなかったかな。で、高木、まだ2回なんでね、この裏まではなんとか行ってほしいんで、このままバッターボックスに立たせましょう。で、荻野だ。抜けるぞ。よし、もう1点欲しいんだよな。帰ってこれないな。小林、足遅すぎだろ。いくらなんでも足が遅すぎる。小林、荒木。んだー。ただ、この回を抑えてくれればね、なんといっても、うちのチームには、西村健太郎っていう絶対的守護神がいますからね。
で、足の速いドリスピだけど、ここはきっちりドリスピさえ押さえておけば。にゃー、押さえなきゃいけないドリスピをフォアボールで出しちゃったな。走られたりしないだろうな。それがね、ちょっと怖いですよね。こういうところでね、僕だと飛び出しちゃってるんですけど、さすがにコンピューターだけあって飛び出してたりはしないですね。じゃあ届かなかったな。これはランエンドヒットなのかヒットエンドランなのか、まあランエンドヒットって感じだったな。ワンアウトランナーが二塁一塁、接戦だな本当に。これあえて落としちゃうとね、インフィールドフライみたいなのが多分ねファミスタはないんじゃないかと思うんですよ。そうなるとゲッツーが取れたかなって感じですけど、今何気にいいプレーですよね。ホームまで変えられるかっていうボール当たりでしたけど、抑えてくれた。ここは熊友を抑えたい、なんとしても抑えたい。よし、きっちり落下点に入ってる。いいぞいいぞ。1点差のまま、1点リードのまま3回に入った。で、岡島だ。ここは抜けないね。セカンドがきっちり抑えてますね。で、メヒアだ。ホームラン頼むぞ、メヒア。うおお、プラチナスターボールは絶対打てない。だー、魔球中の魔球だな、プラチナスターボールは。あれは絶対打てない。さあ、そしたら西村健太郎にスイッチしたいけど、同点ホームラン打たれた。西村にスイッチするか迷ってた矢先だったな。きっちりやっぱ西村にスイッチするべきでしたね。だ、ノーアウトランナーが二塁か。これはサヨナラのピンチだぞ。一転して初戦は絶対に勝ちたいんだけどな。なんとしても勝ちたい。なんとかギリギリでしたね、サード今一塁送球が。さあ、ツーアウトランナー三塁。ここを抑えないと話にならないけど、だー、さよならだ。え、さよならじゃない、どういうこと。ドリームファイナルに関しては続きがあるパターンかな、もしかして。そうだね、9回まであるな。よし、抜けた。ってことはあそこで西村にスイッチしなかったのは正解だな、むしろ。あそこで西村出してたら後が続かなかったから。とはいえあっさりだな。しかも西村はスイッチしていないとはいえ、高木の体力ももうボロボロだ。うまいな、バントがうますぎる。
だこれはよし、うまいこと追いついてくれましたね、レフトが。でホームラン打たれてる三島、ミッシーマーですね。まあ、ここはセンター前だったらよしとしましょう。怖すぎるからな、全バッター陣。これは入るぞ。にゃー。まあ、なんとか高木この回までは頑張ってほしいけど、これ以上打たれるようだったらちょっと考えなきゃいけないな。回の途中ですが、回またぎでもランピッチャー交代しなきゃいけないかな。もう体力スタミナゼロですからね、しょうがない、変えましょう。ここはなんとかこの3点差のまま食い下がっていかないと。ドゥー、ポロってる。ダッハ強いな。これは追いつくね。よし、5点を追いかける展開になってるけど、まだ諦めるには早い。ワンチャンあれば追いつけますからね、5点差だったら。よし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 。まあこのヒットを積み重ねてランナーを貯めて一気に長打で返す。ねは。ここで落としてくるのいやらしいな、まみちゃんは。ずはそしてプラチナスターボールか。このプラチナスターボールがある以上どうにもならないな。さあ、ツーアウトながらランナー三塁二塁、まあ1点でもいいから返しておきたいけどな。よし、これは2点タイムリーになるぞ。まあいいでしょう。どの上は二塁で刺されたけど。これはショートが追いつくと。なんとか、よし、三振だ。なんとか、なんとかこの3点差をひっくり返したい。ここはひかりちゃんを空振り三振に仕留めたい。よし、目論見通りですね。で、吉川から。この下位打線で1点でも返せるとね、望みがだいぶ出てくるんですけどね。これは打ち上げてセンター落下点。ベルベットはセンター守ってるけど、足がね、くっそ速いですからね。これは切れていくか。今のみたいのがね、ラッキーな当たりになってくれると、流れがこっちに来てるなーって感じもするんですけどね。小林。これは振り遅れて詰まった。セカンドゴロ。で、怖いミッシーマだな。ホームラン打たれてるからな、ちょっとね、慎重に攻めざるを得ない。だー、取れなかったか。
ベルベットも怖いからな。あ、足くっそ速いイメージだったけど B か。それでもミートが A なんですね。でまあ油断ならないバッターが続きますが、やっぱり三島ベルベットあたりに比べると1ランクも2ランクも落ちてはきますね。さあこの回だ。ピッチャーそのまま打席に向かわせたけどまずかったかな、変えた方が良かったかな。これは切れていきます。これはボール、抜けてくる。よし、ワンアウトながらランナー一塁。ここで1点返したいな。ゲッツーだけはやめてくれ。プラチナスターボール持ってるからな、追い込まれる前になんとかしたい。にゃーくそ、これはどん詰まりの当たりですね。ドリスピか、足が速いのは。今のはいいボールだな。ただこれは持ってかれた。追加点だな。ドンちゃんのところでダイソーか。釣りスピに変わってるし。揺さぶってくるな。釣りスピはそんなに足が速いのかな。でここで遥が変わってタンクに変わってんな、ピッチャーが。バッターが。でこちらも投手を変えていきましょう。武藤にスイッチ。ピッチャーが誰になってるかですね。あとは相手の。よし、カーブで三振。よし、なんとか1点だけでしのいだけど4点差か。この4点差重いな。でピッチャーがスイートに変わってる。にゃー、これはボテボテだけど、なんかすごくラッキーなツーベースになった。ありがたいなこのツーベース。デッドの上だ。ストレートはそこまで速くないのかな、ここまでの動きを見てると。これはボールですね。で、はっ、これは抜ける。よし、で、あーサードはアウトか。点差があるとどうしてもね、攻めのバッティング、攻めの走塁になっちゃって、それが、まあ、残念なことに悪い方向に出てますね。とはいえもうこれ以上の失点をね、もう試合を決定づけますからね。9回の表の攻撃につなげるためにもこの回は0点でいきましょう。よし、タイクラに変わってるな。
ダブルペダルシステムっていう決め球持ってるな。追い込まれたからダブルペダルシステム投げてくるんじゃないか。よし、小林の足でもセカンドは間に合うでしょう、さすがに。で、ここでピッチャーの武藤のところに代打を送っていきましょう。代打はどうしようかな、エゴシでいくか。頼むぞエゴシ。にゃ、ボテボテだ。これもボテボテ。なんとかつなぎのバッティング見たいな、エゴシの。つないだ、つないだぞエゴシが。ナイスだエゴシ。これは奇跡の逆転も見えてきたぞ。この後は先頭に戻って荻野だな。ここは荻野はただセンターフライね。で、荒木がつないで3番4番5番とつなげれば本当にわからない。だあ、最後はあっけなく、なんとピッチャーライナーゲッツ。いやー強いね。まあ、ただまだ1戦目が終わっただけですからね、2戦目3戦目頑張っていきたいと思います。というわけで、まあ、時間もね1本あたりが長くなってしまいますので、ドリームファイナルに関しては1試合1試合で、お見せしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしていきたいと思います。次はドリームファイナルの2回戦目ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。